皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。タイトルは被選挙権の年齢引き下げはハテナということで、中学3年生の公民の授業の中で私が感じたこと、これをお話ししていきたいと思います。基本的人権を守るための権利の中に参政権があります。参政権というのは字のごとく政治に参加する権利です。具体的には選挙権、選挙で投票をする権利、被選挙権、選挙に立候補する権利、請願権、要望をする権利、国民審査権、憲法改正の国民投票権、地方で言ったら住民投票の権利も参政権に入ります。この中で2016年に選挙権、これを持つ年齢が引き下げられました。それまでは満20歳以上の男女だったものが満18歳以上の男女、このように変わったんですね。その一番の理由は有権者の数を増やして若者の声を政治に反映させやすいから、こういうものでした、ね、若者の声を政治に反映させたい、だったらこちらもあっていいんじゃないかなと思ったんですよ、ね、若者の声を政治に反映させたいって、若者に政治にもっと関心を持ってもらいたいんだったら、若者または若者代表が政治の場に立てる機会、これを増やすこともやっていいんじゃないかなということです。18歳で選挙権をもらった、で投票しに行こうと思ってる、でも立候補している人どんな人かといったら自分たちよりだいぶ年上の人たち、ね、おじさんおばさんばかり、いやいや、やっぱ政治っていうのは自分たちよりずっと上の人がやるものだなって、こう感じちゃうんじゃないでしょうか。やっぱり立候補している人の中に自分に近い年齢の人がいたら、あ、この人の何言ってるか、どんなことをしてくれるか聞いてみたい、知ってみたい、そう思うんじゃないでしょうかね。年齢が近いとやっぱり身近に感じるということがあります。それが年齢がすごく離れた人たちが立候補していて、それでこの人たちに自分の意見が伝わるかなって不安になっちゃうことってとてもあると思うんですよ。ですから若者ですから、有権者としたら自分に近い年齢、18歳で、選挙権を持つんですから、せめて20代の人たち、20代の前半の人たちまで選挙で立候補できる、こういう機会を持ったらどうでしょうかと、こういうこともやったらどうでしょうかと思うわけです。ですから選挙権を持つ年齢が2歳下がったんだったら、被選挙権を持つ年齢、これも下げるあれじゃないかなって、こんな風に感じています。皆さんはどう思いますか？今回は被選挙権の年齢引き下げはてなということで、私の思っていること、これをお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。